はいどうも、田原元成です。この動画で有馬記念の前頭分析を行っていきたいと思っております。枠順も決まりましてね、いよいよ年末の大一番への準備が整った、そんな印象が伺えます。この動画が参考になったらと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、赤い糸です。去年のこのレースにも参戦したという、そんな一頭ですね。去年の勝ったエフフォーリアから1秒以上離されるという、そんな結果でした。まあ、当時との比較で言うと、ちょっと勢いという部分も、ちょっとこの馬、ちょっと現状ないような状態ですし、ボボ混合 G1、この条件での好走力も乏しいです。まあ、去年のリベンジというとね、ちょっと難しい印象は否めません。はい、伊豆城の奇跡です。これまで5勝を挙げているんですけれども、その5勝が全て、芝の 1600m から 1800m という、そんな距離のね、幅がちょっと狭いような、そんな一頭なんですね。で、前走はエリザベス女王杯使われていたんですけれども、当時が確かに馬場は悪かったんですけれども、それを差し引いても牝馬限定戦で2桁着順という結果でした。まあ、ちょっとさすがに点に行けなさすぎというそんな部分もありますのでね、ちょっとここは厳しい戦いが予想されるというふうに考えております。はい、ボルドグフーシュです。この馬で強調したいのは前走菊花賞、こちらのレースぶりなんですね。当時がレコード決着だったんですけれども、勝ち馬アスクビクターマーと花その結果でした。で、道中通過順はこちらなんですけれども、まあ12番、まあ数字で言うと、12、13、14ということで、でも当時は10番手以下の後ろから行っていたんですけれども、3、4コーナーにかけてこうぐーっと位置取りを上げていって、4番手まで4角で押し上げていった。そういったまくり差しをできたことというのはね、この馬の過去の客室を考えたときに、かなり、アドバンテージ、すごい大きな収穫というかね、3歳秋を迎えている成長を伺えた、そんな一戦となっております。で、この馬なんですけれども、1位がスクリーンヒーローということで、まあ、過去のこのレースで言いますと、ゴールドアクターがいました。で、日経賞とかね、この阪神、中山の 2500m に目を向けていますと、日経賞を勝ったウィン・マリリン、この馬もスクリーンヒーローに該当をいたします。まあ、そもそもこの決闘というのはね、スクリーンヒーローの地位がグラスワンダーということで、グラスワンダーがこの冬の、グランプリ有馬記念を連覇したという、そんな一頭でもありますので、こう血の力というかね、それはなんかすごく僕にとって魅力かなというふうに抱いたんですね。で、先ほど申し上げましたように、その小回りをまくって、上がり3波の最速を使えるような、そんな切れ味もあります。まあ、おそらく、というか間違いなくタイトルホルダーを目がけてみんな行くというね、そんな状況になると思いますので、それ結構有力馬が前を潰しちゃった場合、この馬の無欲の差しというかね、一番最後にまくってきたこの馬が突き抜ける可能性、これをまたちょっと考えておきたいと思っているんですね。例えばちょっと昔で言うと、シルクジャスティスとかそんなような、すごくなんか被るような僕印象がありますし、この昔で言うとね、父ロベルト系が結構強いという、そんな重傷でもあります。まあ、そういったもろもろの部分考えてね、結構これぐらいの高い評価を下してもいいのかなと、そんな風に思っております。はい、アリストテレスです。今年入ってちょっとね、順調になかなかレースを使えていないという、そんな一頭ですね。まあ、今年がこれで3戦目という馬なんですけれども、近日はいずれも G2 戦でした。で、そう G2 戦2戦というのはいずれも2桁着順ということで、ちょっとパフォーマンスが落ちてしまっている、そんな印象です。ここでは厳しいと思います。はい、ジェラルディーナです。近日はオールカマーとエリザベス女王杯を連勝して臨むという、そんな一頭ですね。まあ、2走前のオールカマーなんですけれども、こちらの方が内枠有利、イン有利の馬場で内枠からロスなく立ち回って、で、前走はエリザベス女王杯、こちらの方がね、外の有利の馬場で外枠からズドンと突き抜けたという、そんな一戦でした。まあ、近2走の勝ち方見ると、いかにもこう本格化というか、そういったものが伺える馬ではあるんですけれども、今回がちょっとね、夏競馬から数えまして、4戦目という、そんな実戦となります。やっぱ今の競馬で考えた時に、この有馬記念を叩き3戦目ですらちょっと疑いたくなっちゃうような、そんなところもあるんですけれども、やっぱ夏から数えて叩き4戦目、そのローテーションで、ね、しかも前走はかなり渋った馬場だったということもありますので、なかなか簡単ではないという、そんなローテーションですかね。まあ、特にこのレースに関して言いますと、イクイノックスとかタイトルホルダーとか、まあ、前走からもうここ1本に照準を絞った、そんな強豪が集まる一戦でもあります。今回そう考えますと、ね、やっぱこの距離が初めてという、そんな部分も、まあ、多少は影響するんですけれども、やっぱそれ以上に今回のローテーションですよね。夏競馬から数えて4戦目、少なくとも秋の段階ではこのレースは全く眼中になかったという、そんな印象がありますので、であるとやっぱ連続コースを僕はかなり厳しいというふうな判断を下しました。はい、ベラールズールです。年明けまではまだ2勝クラスというね、そんな1頭だったんですけれども、芝路線に転向してからトントン拍子で駆け上がり、重賞を勝って、しかも G1 まで勝っちゃうというね、そんな、とてつもないシンデレラストーリーを成し遂げているという、そんな1頭ですね。で、今回の舞台なんですけれども、中山の 2500m、こちらの方が春に一度使われておりまして、その時が3着という結果でした。まあ、これ、金層の成績が示す通りですね、3層前に東京 2400m 勝って、2層前に阪神 2400m 勝って、前層が東京 2400m での G1 制覇。間違いなく広いコースが合います。
まあ、そこはまず大前提というところではあるんですけれども、ただですね、その広いコースが大得意というその適正一点張りで果たして、まあ賞金がかかっていてね、かなり明治の仕上げに近かったシャフリーヤールに勝つことができるか、これそんな簡単じゃないと僕は思うんですね。やっぱそうなった時にこの馬がね、この5歳の、特にこの前走2走前のパフォーマンス圧巻だったんですけれども、この人を成長期というかそういったところがかなり伺えるような一戦でした。やっぱ、まあ、ジャパンカップと有馬記念をね、特に前走のようなあの競馬でこのレースを勝つっていうのはかなりむずいと正直言って思うんですけれども、まあそこまでね、なんだろう、広いコースから狭いコース、小回りコースに変わったといって、すごく評価を落とす、極端に落とすともちょっと難しいのかなというそんな印象ですね。現段階ではこれぐらいの評価とさせてください。はい、エフフォーリアです。去年のこのレースの勝ち馬ですね。まあ当時は3歳馬でして、3歳という年齢でして、その前に天皇賞秋を、まあグランアレグリアとかコントレールとか、そういったかなり強い相手を下しての勢いに乗って、そこでの勝利でした。で、そこのパフォーマンスからでも今年はこの馬を年なのかなと、そう思っていたんですけれども、ちょっと春2戦というか、そこの大阪杯宝塚記念、あまりにも案外すぎる、そんな結果になってしまっております。で、その2戦を改めて振り返った時に、大阪杯ちょっとね、若干渋り気味というか、そんな状況だったんですけれども、ちょっと4コーナーぐらいで激しくこう手が動いて、ちょっとね、見せ場なかったんですけれども、2走前、あ、前走か、前走の宝塚記念、こちらの方がブリンカーとかそういったいろんなことを施していたんですけれども、それでもやっぱ3、4コーナーでこう手応えが怪しくなってという一戦でした。結構まあこの馬自身で言いますと、まあ、天皇賞秋勝ったのもそうだったんですけれども、共同通信杯ですとか100日走特別とか、そういったパフォーマンス見ると基本的には広いコースが合っている、まあこれがまず大前提だと思ってるんですね。ただこの馬自身の昨年の能力とか勢いとかそういった部分で中山を こなしていたんですけれども、それがちょっと小判になって顕著に小回り適性のなさというかね、そういった部分が顕著に現れてしまったのかもしれません。まあ、今回休み明けというそんなローテーションでもありますし、宝塚記念以来のそんな実戦でもありますし、コーナー6つの中山有馬記念、去年とはちょっとこの馬自身が変わってしまったというそんな印象がありますので、ちょっと連覇にはね、かなり黄色信号というかそんなものが灯ってしまっているそんな状態です。はい、ウィンマイティです。前走をちょっと僕はかなり期待をしていたんですけれども、当時ね、別にそんなに悪い競馬ではなかったと思います。まあ、外枠を取ったんですけれども、あのコースだったらね、そんな外枠はマイナス材料にはなりませんし、すんなり先行できて自分の競馬ができた。だからこそね、ちょっとあの着順というのはね、ちょっと G1 におけるこの馬のちょっと現在における、期待値というかね、そこに関して言うとちょっとなかなか難しい印象を抱いてしまいました。今回、ボーバ混合でもありますので、ちょっとここはね、評価を下げたいとそう思っております。はい、イクイノックスです。前走天皇賞秋、こちらを制したという3歳馬ですね。当時が、まあ、ジャックドールとかそういった結構強いところもね、ファンサラスタだったりですとか、シャフリアルとか、そういったところもいたんですけれども、それらを全て撃破したというそんな一戦でして、まあ、3歳世代の一角としてかなり頂点に近いというね、そんな一頭だと考えております。で、当時改めて振り返った時に、道中10番手ぐらいのね、それぐらいの位置にいたんですけれども、果たしてそれが今回コーナー6つの中山2500メーター、この条件に変わってどうかという、そこ確かに年点ではあるんですけれども、改めて当時を振り返った時に、1コーナーでちょっとね、このまま前がこう塞がるというか、両サイドにこう挟まれる形になって一瞬こう頭をクッと上げるようなそんなシーンがあったんですね。まあ、そこをもし強引にこじ開けてさえいれば、例えば5、6番手とか全然それぐらいの位置にも行けたのかなという印象がありましたし、そもそもこの馬自身ですね、春に皐月賞中山 2000m 使われておりまして、その時の道中通過順が7543ということで、道中7番手、まあ、だいたい中段とかね、それぐらいちょっと前ぐらいに位置をいたしまして、4角でも3番手に押し上げていた、これができる馬ということですので、機動力に関しては僕全く問題ないと、そう捉えているんですね。で、当時はちょっとジオグリフに目標にされてしまったことで差し、2着に終わってしまったんですけれども、今回に関して言うと、もうタイトルホルダー1頭だけにもう照準を絞ってね、そこ に対してどう向かっていくか、それしかないと僕は考えております。ではこの今回のレースなんですけれども、ルメールジョッキーがね、この有馬記念と非常に相性がいいというそんなところもありまして、2016年以降で言うと5回ほど馬券圏内があるという、そんな得意とするね、そんな案上も既にあることはかなり大きなアドバンテージだとそう思っております。で、去年はエフフォーリアが3歳馬で勝ったんですけれども、そのエフフォーリアがね、まあクラウバー、車台系クラウバーでして、そこから天皇賞からここに臨んだそんなローテーションでした。で、今回イクイノックスなんですけれども、同じようにダービーからの休み明け初戦で天皇賞を勝ってここに臨むというそんなクラウバーなんですね。まあ、そういった陣営の再現性とかね、そういった部分に関してもかなりノウハウがあるというふうに僕は考えておりますので、昨年に続く3歳馬によるグランプリ制覇、こちらがあってもおかしくないとそう思っております。はい、ジャスティンパレスです。春競馬ちょっと不振にあいでいたんですけれども、秋競馬になってこう能力を発揮してきたというそんな一頭ですね。
2走前の神戸新聞杯がこれかなり強い勝ち方で勝利を抑えまして、前走の菊花賞に関してもね3着ということで距離を全く問題しなかった、そういった一定のスタミナを持っているそんな1頭だと考えております。で今回がねちょっとジョッキーが変わってしまったんですけれど、まあ一般的な意見というか、そういったなんか大レースにおける部分で考えますと、やっぱ外国人ジョッキー非常に頼りになるというそんな印象も確かにあるんですけれども、このジャスティンパレスに関して言うと金2走は間違いなく鮫島ジョッキーの好騎乗のおかげです。そう言い切って僕はいいと思います。特に2走前とかかなりねロスなくインで立ち回ってイン有利馬場を生かしきったこともありますし、前走菊花賞外枠取ってこれ大丈夫かなと思っていたんですけれども、いつの間にかインにいて、そこからスルスルさばいての3着でした。もうあれ以上の騎乗は僕は望めないと思ってるんですね。で今回ジョッキー変わってしまうのは僕はマイナスだとそう判断をいたしました。まあ、この中山の適性はね、冬の中山去年2着があったりですとかそういった部分はあるんですけれども、まあ、ちょっと例えば勝ち切るだったりです。勝ち切る部分にはちょっと厳しいと思いますし、この過去10年の有馬記念において馬券圏内に入った3歳馬に関して言いますと、やっぱ G1 連帯もしくはその小馬の混合、小馬混合の重賞勝っているとか、そういったところを満たしている3歳馬しか来ていないというそんな状況もあるんですね。僕の中で前走に関して言うと、あれ以上の騎乗は望めないぐらいの3着でした。まあ、そうなった時にそれ以上に着順になった馬も今回出走するので、そういった部分も含めましてこれぐらいの評価とさせていただきました。はい、ラストドラフトです。今年2回ほど使われた中山重賞だったんですけれども、いずれも掲示板外に敗れてしまいました。当時先着されてしまった馬がね今回複数出走するという状況でもありますので、ここで厳しいと思います。はい、ポタジェです。春は G1 を勝ったんですけれども、その時が阪神 2000m というそんな条件でした。この馬券圏内もちろん何回かあるんですけれども、いずれも芝の 1800m から 2000m ということでして、AJCC とかね、そういった結構 2200m とかも使われていたんですけれども、そこでも馬券圏外でした。まあ、春とかそれと高塚記念もなかなか厳しい競馬に終わってしまいましたし、この秋2000がちょっとなかなか不甲斐ないというそんな状況となってしまっています。ここで厳しいと思います。はい、タイトルホルダーです。春競馬本当圧巻のパフォーマンスを続けたというそんな一頭ですね。まあ、去年から数えますと菊花賞、こちら阪神の内回りだったんですけれども、そちらを貸しまして、同じく阪神の内回りの天皇賞春、こちらも圧勝でした。で宝塚記念、こちらちょっと若干疑われてたのかな、2番人気ぐらいだったんですけれども、まあ先行して控える競馬だったんですけれども、レコード貸しということでね、あの条件だったらまず日本に勝てる馬はいません。僕はそう断言していいと思っております。で今回なんですけれども、果たして前走ちょっとね凱旋門で惨敗喫した後の一戦でして、まあ、仕上がり以外でそこまで控えはしていません。なんかすごくなんだろう、疲れがあるなとかそんな感じもなかったんですけれども、一つ懸念点があるとすればね、今回の冬の中山がどう出るか、僕はそれちょっと一つだけ懸念ではあります。2年前の2歳の時なんかはホープフルステークス参戦して4着かな、4着だったんですけれども、昨年は有馬記念に関してここは5着という結果でした。まあ、確かにいろんなね枠だったりとか要素はあったと思うんですけれども、それを差し引いても馬券圏外に敗れていた、この事実からちょっと目を背けることはできないのかなとそう思ったんですね。で例えば昔なんですけれども、名将サムソンという馬がいました。あの馬結構ねその強いというか、まあ、2冠を取って、その後結構天皇賞のね、春秋制覇とかやったんですけれども、この冬の中山はどうも相性が良くないというそんな馬でして、まあ、有馬記念では馬券圏内一度も叶いませんでした。まあ、若干それがフラッシュバックするのと、今回に関して言いますと、まあ、見え見えの短期逃げという、まあ、この馬が正直逃げるのが見当たらないという状況なんですけれども、そうなったらもうタイトルホルダー以外他の馬は見ないと思います。なので、まあ、春競馬でこの馬を逃がしちゃいかんというそんなね、ところもあったんですけれども、やっぱそこにやっぱね、何とか鈴をつけていくだったりですとか、3、4コーナーで一気にまくっていくとか、そういったプレッシャーの中で今回タイトルホルダーを受ける、ところに考えますと、必ずしも盤石とは言えないのは現時点ですかね。まあ、とはいえやっぱ春競馬の宝塚記念見ちゃったら、やっぱなかなか小回り適性がちょっとずば抜けている印象もありますので、これ以下にはね、正直評価は下げられないんですけれども、まあ、そういった部分を考えてのこれぐらいの評価といたしました。はい、ボッケリーニです。前走ジャパンカップに参戦したんですけれども、こちらが17着という惨敗を喫してしまいました。当時マイナス14キロという馬体重で、まあ大外枠というねそんな条件でもあったんですけれども、それをちょっとね差し引いても、負けすぎというねそんな条件が僕の中でちょっと印象としてあったんですね。でそれであと過去の有馬記念で言いますと、すごく近年で言うと6歳以上の高齢馬、これにとってかなり厳しいそんな戦いとなってしまっています。過去10年の有馬記念において6歳以上の馬券圏内はしばらぐらんただ一頭です。まあ、あの馬 G1 馬ということもあったんですけれども、この馬ちょっとねやっぱ G1 前走挑戦いたしまして惨敗を喫してしまいました。全ての条件がね仮にうまく噛み合ったとしても、ちょっと馬券圏内土には厳しいかなという印象です。
はい、ブレイクアップで3勝クラスと10勝連勝中というそんな一頭ですね。前走は、アルゼンチン共和国に参戦したんですけれども、こちらが先行抜け出しの快勝、ただですね、当時まあこれは結構いろんなところで語られてるかもしれないんですけれども、逃げたキングオブドラゴンがねちょっと直線でラチにぶつかってしまいまして、こう外に行ってこう何頭かが致命的な不利を受けた。その中にあって、まあ比較的ねそれがなかったブレイクアップ、この馬が得たアドバンテージはかなり大きかったと僕はそう思っているんですね。で、前走が斤量54だったんですけれども、今回が斤量57キロということで、3キロの斤量増となってしまいました。で、まあ、金層、それこそ戦ってきた相手で言うとね、やっぱ、段違いというそんなメンバーでもありますし、前走を下した相手、その2頭がね、ハーツイストワールと帝王ロイヤル。この2頭が次走ジャパンカップに参戦したんですけれども、いずれも2桁着順ということで、一応レースレベルが疑わしいというそんな部分もあるんですね。まあ、適正自体はね、2500m あるはあるんですけれども、ちょっとそれだけでなかなかカバーしきれないというか、そんな印象を僕は受けてしまいました。はい、ディープボンドです。去年のこのレースの2着馬ですね、当時内枠を取りまして、こうインカーずっとロスなく進んでいって、直線も完璧な騎乗というそんな競馬で勝ち馬のエフフォーリア、こちらちょっと金量差がね2キロほどあったんですけれども、それで0秒1差ということで、この舞台テキストを示したそんな一戦でした。で、今年なんですけれども、春競馬はね、阪神大賞典勝って天皇賞春2着、まあこれ去年と同じだったんですけれども、その後に参戦したのが宝塚記念でした。これちょっとかなり疑わしいというそんな一戦だったと思うんですけれども、もう相手はタイトルホルダーしかいないというふうに鞍上が決めつけて、そういう競馬をしたんですけれども、叶わなかった。ただあの競馬したら普通はズルズルに負けます。まあ、パンサラッサがね、自分の競馬をしたんですけれども、ああいう競馬に終わってしまったので、もう掲示板外になっちゃうのかなと思っていたんですけれども、ほぼ3着ぐらいのかなりの僅差まで、粘り込んでいましたので、やっぱこの馬自身ね、5歳を迎えてさらに能力がパワーアップした、僕はそう思ったんですね。まあ、前走、凱旋門賞を参戦したんですけれども、まあこれはしょうがないです。まあ去年も同じような感じで、負けてしまったんですけれども、そこからね、もう、この秋、初戦と冬の初戦の有馬記念で連帯を果たした、やっぱそういった意味ではね、海外遠征帰りのノウハウ、そこは持っていることは頭に入れておいてください。で、それで、まあこの馬に関して言うとね、やっぱタイトルホルダーの比較では確かに分が悪いんですけれども、それ以外の馬に関して言うとね、やっぱそれ以外の数頭以外に関して言うとアドバンテージを持っているのはやっぱこの冬の中山適正だと思っていますので、やっぱ今年も軽視はできないとそう思っております。はい、以上で有馬記念の前頭分析は終了となります。このレースなんですけれども、なんか結構、いわゆる S から C 評価の中で印がだいぶ絞れちゃったような、ね、そんな印象すら伺えるんですけれども、やっぱ今年に関してはね、前走凱旋門賞とか前走天皇賞とか、そういったうまいことを余力を持ったローテーションで臨むのが多いというね、そんな印象があるんですね。やっぱそのあたりがね、やっぱこの有馬記念年末の一番を勝ち切るとかね、そういった部分において必要だと思っておりますので、まあ、そういった前頭分析となりました。この動画が、ね、参考になったらぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。